今日はねこちらです。こちらです。アジとサバを釣ってまいりました。釣ってきた。アスン君、僕は一匹も釣ってません。この中はしょうがないな。しょうがないですね。今日メニュー考えてきたよ。そのメニュー僕のまだ知らされてないんですよ。アジってこの時期いっぱい釣れるって。あ、美味しかけど、はい、確かに飽きるじゃん。アジはアジでめちゃくちゃ美味しくて、俺は飽きらん。でも嫁さんとかまたアジって言われるわけ。大回しに2万ですか。あ、ごめんなさい。はい、そういうですね、はい、アジをですね、手間かけず簡単にするために、ここで僕が買ってきた、おすぐにできるようにと。まず1品目、辛子明太子、ネギ、野沢菜ちりめん。これコンビニです。アジを刺身、うん、刺身にするまで早かる、うん、でそれをこれとこれで和えるだけで、ネギを振ってそのまま食う。このまま、なるほど、はい、もう明太子ちりめん和えですね。そんで次に買ってきたのはこれ、梅干し、九州梅。今回はコンビニでも揃えられて、ストロー付きってやつですね、はい、何に使うんでしょうかね。はい、今日失敗千件アレンジしていい、うずいてたんですよ、ここのとこ。失敗しないと。失敗、絶対失敗したら1ヶ月ぐらい禁止。失敗やったら禁止。禁止で、もう創作なし、はい、ちゃんとレシピ見てやろうね。3回食らったんですよ。3回連続やったら、3回やったね。早速やろうか。はい、ですね、こいつもですね、素揚げします。素揚げ、もうあのさっき言ったメニューもう取っ払います。あ、変わってるんですね。はい、はい、もう時間は進んでますから。はい、時間は進んでます。これ普通煮付けなんてしもしません。言っていい、うん、南蛮漬けにしよう。じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあ頑張ろう。じゃあここは携帯の電源を切っていきます。あっくん、あっくん、取り込んでる時に限ってこんなもんかけてくんもんなので。もうあっくん、もうちょっと考えて電話してください。おい、あっくん、これ見たらかけてくるだろう。でもその時も時間を考えて、考えてとかね、時間長けんね。よし、じゃあ頑張ろう。もう鱗つけたって素揚げっけないぞ。だって俺のちっちゃかけど、カニ言っとかな。サバどうなんすかね。そうだっけ、おらんと思うよ。何よ、たぶん、おった、ほらほら、アラスカから来たよ、こいつ多分。え、わあ、すごい、何この動きね。ここまで重々こう動きを取ってなかなかおらんじゃない。ボヨーンってなよ、ほらボヨーンってなよ。元気よかね。切れた、今切ったんじゃないですか。切れた。あ、でも切れても動きよ、ほら。でも切ったら死ぬんですよね。うん、傷つけたら大丈夫って言うけどね。やっぱいるんすよ。おったね。ちっちゃくてもやっぱおったよ。でもやっぱ身に移動しない系なんですよ、こっちは。っていう話だったね、長崎方面のやつはね。じゃあサバを今から三番おろしにします。はい、どうぞ。ね、サバの右に、はい、この中には砂糖がですね、多分大さじ8杯から10杯ぐらいですね。それに醤油が多分ですね、200cc なかな、150cc ぐらい入れたかな。ミニも 150cc ぐらいかな。砂糖も入れても、ちょっと甘辛いぐらいにしてるやつですね。普通に南蛮漬けのタレですね。で、ここに酢。7秒ぐらいですね。7秒ということは 210cc ぐらいですかね。はい、完成。で、この、これ、セブリブの、もうこういうに大胆にですね、もう手入れましょう。ね、ごとぶっつぶしてね。温度が180度に設定しております。刺身も飽きないですよね。味やっぱうまかったよね。味はうまい、やっぱ。ずっと食える。ずっと食える、うん、5年ぐらい。毎日ですね。食い続けてこい。ノンストップこい。さすがに辛いですね。ノンストップ。ノンストップ。ご飯の時とか、1日1回とかじゃなくて。くてノンストップ味。無理ですね。また味じゃなくて、ずっと味。ずっとでしょ、うん、無理か。何だったとしても無理。ノンストップ無理。片栗粉をまぶします。うわぁ、熱いな、おい、熱いな、おい。お味の刺身ね、これ味の刺身。はい、ここにちりめん昆布を入れていきます。ここにさらにネギも入ります。ここにだよ。何が来るのかな。出来たてほやほやのでれーん、ついにできちゃったよ。これあれ、特ダレですよ。ああ、児玉さん、愛情の匂いの巣です。カレーをかけるからの、はい、これをあえの完成。はい、絶対美味しいやつやろ。これで完成です。ちょっといきますよ。ちょっと言うかな。ああ、はい、この音とこの酸っぱさがツーンってくるのはたまらんわ。すいません、味なくていいやつで、サバちゃんは。はい、ああ、もう食べたい。サバ入れます。はい、ツー。
い、以上完成でございます。きた、お刺身、うまいでしょうね。あ、まず梅肉入りですね。梅肉南蛮、梅肉南蛮ですよ。どんな味がするのか、はい、食べてみましょう。ああ、いただきます。いただきます。まずご飯を、まずご飯をほかほかにしてかな。はい、まずこっちからいこうかな。じゃあこっちからいくんですね。サバからいこうかな。いくよ。じゃあおサバパターンいこうか。いただきます。はい、うん、うーん、きた感じですかね。どうなんでしょうね、そのムーンは。ああ、アートムーンのオンパレード。さあ果たして。うまい、うまい。梅肉合う、味噌、梅肉がいいですか。やっぱりあのね、容易に味のイメージはつくと思います。あ、はい、はい、うまかす、うまかすか。こい、梅肉か、正解。メロンか。あのね、夏っぽい酸味の効いとっけ。もともとほら酸味の夏っぽいけど、うんうん、さらに梅の爽やかさの夏っぽくなりました。サバ、そして柔らかいでしょうね。うまか、サバ美味しかった。いただきますよ。はい、はい、これ絶対うまかやつやろ。あ、ご飯めっちゃ食いたか。うまい。これ絶品ですよ。うまいっすか。大当たり。明太子だけでもうまいけど、うん、ちりめんの味あんませ、うん、した最後に来るな、だしのごとく来る。ああ、なるほど、後味でやってくる、うん、最後の引き際のね、うん、味の香りと一緒になんか合体する、合体して、風味高くのざわないと、これ、それの味のふって消えていく。ああ、なるほど。こんなとご飯かき込みたくなる。ああ、うまいっすよ。はい、どうぞ。夏大事だろうかな。自分から任せたほうがいい。お、まあ、こいつをもらおうかな。はい、こいつ味いいね。一番南蛮の中で大きいやつや。いや、こかぶっていきますよ。どうぞ。いただきます。はい。うますぎるね。いや、やっぱうまいっすよ。でしょうが、やっぱタレ作るのうまいっす。ありがとうございます。梅加減もいい。ちょっと甘いかなと思ったんですけど、やっぱ酸味もやっぱ残ってますね。残ってる、うん、ちょっと梅の風味残しといて。うまい、うまい、でしょ、うん、でさ、あの、このなんだ、南蛮漬けに合うよ、梅。うん、合う。梅漬けにはたまらないですね。あ、マジで、そうと、うん、ほんとに爽やかになって。はい、じゃあ次行きましょうか。味元にですね、うん、そうそうです、持っとったですね、今おもむろに出そうと思ったけど、バレとったね。どうぞ、そこにコップもあります。ほら、はい、次いますよ。コップ、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 下、下、ここにハンド飲ますか。じゃあ、いただきます。おっと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 、なんかね、銀のやつとかだけちょっとね、おーい、お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 い、はい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 、どうぞ。これ、おつまみに最強レベルと思います。ご飯の捨てがたいみたいな感じ。お、言うと忘れてた、最後の出汁のタレ、はい、出汁の味とろ、うん、風味的に一発目の出汁は特ダレだ。うん、後半の引きが野沢菜だ。はい、じゃあこれですね。はい、行きます。どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。ご飯の前に、こっちか。お、全部いく。め、あ、今来た、今ちりめんじゃこが来た。やろう、最後に出汁のちりめんじゃこ来たさ、追っかけてきますね。追っかけてくるんですよ。なるほど、明太子が僕的には先に来るかなって感じで来たと思った。やっぱ特ダレのタレの味がまた来て、先に来てるね。で、最後にあの野沢菜、うん、これ野沢菜でしたっけ。野沢菜、野沢菜とちりめんじゃこが追っかけてくる感じですね。これうまそうに決まっとるでしょ、これ。ご飯、ご飯進むやつっすね。野沢菜いいな、そっち。すごいでしょ。そのチョイスよかったろ。うん、まずいわけない。これセブンイレブンで簡単に変えたものを味の刺身に味にしただけです、うん、多分手軽に作ろうと思うけど、特ダレまだうちは中県ね、うん、製品化されたらされとくけど、まあ、売って中県が、あの、多分ちょっとまだめんつゆでも十分味出ると思いますよ、うんうんうん、ですね。この僕が釣った味南蛮、はい、サバ南蛮が、ね、はい、美味しそうと思った方、はい、高評価を、はい、お願いします。チャンネル登録もぜひぜひお願いします。
コメント欄もお願いします。それではまた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のポイントはね、はいはい、どこに何の釣るとか、全く俺たちは分からんできとっけ、はい、味餌に使っていいぐらいのサイズです。ちょうどいいぐらいです、はい、ちょっと生かしといて。いやー、釣れそうになる、釣れそうになる。マジか、あっ、ダメ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 。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。